こんにちは。グラフトネットワークの10回目の授業になります。よろしくお願いします。よろしいですか？グラフトネットワークの第10回目の授業です。で、ですね、連結性の話をしていました。それで、コメントの方を見ていきたいと思います。ね、ですね。はい。でですね、送水性に関するコメントが今日は割とあったので、それについてちょっと今日はこのリアルタイムの授業の中で補足していこうと思います。まあ、ここですね。テロリストとネットワークの脆弱性の下りで、彼を知り、己を知れば百戦。何でしたっけ？夢を話せた。これをふと思い出しました。っていうのがありますけども、まあ、最適化における送水性というのはそういうもので、何かを最大化したいときに別のものを最小化する。ってことを、その組にして考えるということが重要なんですね。そうすると、その最大化したい側と最小化したい側の、その積み木合いで、その、どれだけ大きくできるのかとか、どれだけ小さくできるのかっていうのが決まってくるということになるわけです。で、例えば、その、最大流とですね、最小カットっていうのがありました。最大流というのはできるだけたくさん流したいっていう、そういう人の気持ちなわけですね。で、最小カットの容量っていうのは、例えばそのネットワークのその、こう攻撃して、その攻撃をすることによって S から T にそのものを流すってことをできなくするには、どれだけの容量をその壊せばよいのか、っていうことを表したわけですね。だからそういう意味でもその最小カット、最小 SD カットを求めるっていう問題は、そのテロリスト側の問題だと。いうふうに思えるわけです。で、そのせめぎ合いになったわけですね。その最大流っていうのと最小カットっていうのが、その最大化したい側と最小化したい側のせめぎ合いになったというふうにも見えるわけです。で、このようなものは、できなかった。このようなものは、ゲーム理論の言葉で言うと、二人ゼロは、和が間違ってますけども、これ、和です。和っていうのは、足し算の答えの意味の和です。ちょっと後で直します。二人ゼロはゲーム。なのですけども、2人って言いますね。2人ゼロ和ゲームなんですが、実を言うと、2人ゼロ和ゲームは最適化の基礎である線形計画法と同値であると知られています。で、そういうようなことは、オペレーションリサーチ基礎とかですね、数理計画法っていう授業でやるかもしれませんけども、ぜひ勉強する機会があれば勉強してみてください。はい。この前にこっちからやろうかな。下の方です。メンガーさんの名前はメンガーのスポンジで聞いたことはあったんですが、まさかこの子が出てくるとは思ってなかったです。そのメンガーの定理とですね、メンガーのスポンジのメンガーさんという人は同じ人なんですけども、どういう人かというと、ちょっと紹介しておきますね。この人ですね。これはとか、この写真は、授業のスライドでも出してたもので、カール・メンガーさんですね。オーストラリア、これは間違えてたけど、忘れましたけども、オーストリア出身の数学者ですね。で、コメントにあったメンガーのスポンジっていうのはこれですね。なんて言えばいいんでしょうね。立方体をその再帰的にくり抜いていって作った図形で、誤解を恐れずに言うと、物理的には実在しないものです。だから、このように今、これは物理的に実在を写真に撮ってるんじゃなくて、これコンピューターですね。だから、コンピュータグラフィックスでこれ作ってるんですけども、それは、どちらかというと、その、なんて言うんでしょうかね。近似であってですね、本物のこのレンガのスポンジっていうのは、この最適な構成をですね、無限に続けていくんですね。無限に続けていくっていう言っていいかどうか、ちょっと、またここもわかりますけども、イメージとしては、この無限に続けていって、できたこの図形の極限ですね。図形の極限という言い方はですね、これちょっと難しいわけですけども、皆さんなんかその数列の極限とかですね、そういうのは知ってるかもしれませんけども、図形の極限っていう概念を定義できまして、で、この極限がこれ存在するんですね。で、その極限のことをメンガーのスポンジと呼んだりするんですけども、だから、この下の方にはなかったかな。この下にはなくって、メンガーのスポンジのページに行くと、これも多分、イラストですけども、これだから実際にこう物理的にこう作ろうとしているようなものもありますけども、この物理的に作られたものっていうのが、禁じでしかないんですね。この再起を
本当に無限にやらないと免許のスポンジできないわけですけども、この細菌の様子を今表しているような図であったり、アニメーションがあったりしますが、もう一度言うと、これ無限にやらないとこれ免許のスポンジにならないわけですね。ってことが、まあ、ちょっと、まあ、一つ注意としては言っておくんですけども、だからその物理的にはこれ存在できないわけですね。だからその、まあ、数学的に考えられる、なんていうんですかね、空想上のもの、空想上の物体になるわけですけども、まあ、そういうものを考えたということですね。で、まあ、実際なんかこういうその、まあ、アニメーションを作るとか、こういうその、なんだろうな、コンピュータグラフィックスを作るっていうのは、その再起ですね、を勉強する上では非常に良い題材なので、ぜひ調べてみてですね、この興味がある人は自分でもこういう図を作ってみてください。はい。これはメンガーさんの話で、上に戻りまして、ここですね。最後に言及されていたように、メンガーの定理の話自体は流れやカットといった概念に持ち出すまでもないのですが、共相対性という共通点から流れやカットを利用しても理解できるというのは面白いと思いました。他の共相対性を持つ関係も実はグラフの流れと括弧の話に持ち込めるというのはよくある話だったりするのでしょうか。これ質問になっているから、まあ、質問という形の答えとして答えするとですね、まあ、この定理、この講義では今まで、その、マッチングと、頂点被覆とか、流れとカットとか、今回の話のように、最大化する方から言うと、互いにソナ、ミチと連結度っていうような形で、その、共相対性とか相対性ではというのが現れるって話をしていたんですけども、そのようなものですね、の、多くは線形計画法の相対性プラス整数性という形で理解されます。で、これはですね、非常に重要な話で、まあ、こういう話がこの講義でできるといいんですけども、まあ、これできないんですね。なんでかというと、この講義は線形計画法を扱ってないからですね。で、まあ、こういうことはオペレーションズリサーチ基礎や数理計画法で触れられないといけないと思うのですが、おそらく触れられません。これはまあ別の問題ですね。別の問題というのは、触れられないといけないと思うんだけども、触れられないというのは別の問題ですね。なので、まあ、今からちょっと簡単な例を使って、ちょっと雰囲気だけをご紹介します。はい。で、その例を出していきます。そうですね。ですね、今、ここにですね。これグラフがあるんですけども、これは、あれですね、2部グラフですね。で、今ですね、この2部グラフの中の最大マッチングを見つけたいっていう問題を考えましょう。で、まあ、もちろんこれはですね、4つしか頂点がなくて、点の4つしかないので、まあ、じっと眺めればわかるわけですけども、まあ、一応ですね、その、一般的な話につなげたいという気持ちを持って、一般的な話をこの例を使ってしていきます。でですね、この下に何か書いてあるんですね。で、まあ、こういう書き方をしたものを大体数理計画問題と言ってみます。数理計画問題とか、数理最適化問題。で、これはですね、どのように読むのかってことをまず言いますね。問題です。でですね、今、ここにはですね、これ近くで囲ってあるんですけども、4つ変数があります。変数というか、記号があります。XA、XB、XC、XT ですね。すいません。で、今ですね、このグラフには4つ辺があるんです。4つ辺があるの。まあ、A という名前が自然と取ると B、C、ちょっと B と C が近くて見にくいですけども、まあ、こんな感じで4つ辺があるというふうに見えますね。で、最大マッチングを見つけるっていう問題はどういう問題かというと、変部分集合を見つける問題ですね。変部分集合を見つける。だからこの A、B、C、D の中からいくつかを選ぶっていう問題になるわけです。で、そう思ったらですね、何が
というのかというと、その選ぶっていうのを変数にして表すということをします。で、ちょっとまあ、これ下には書いてあるんですけど、ちょっと上にも書くと、今この XA っていうこの変数があるんですね。XA の変数。で、XA っていうのは、これ、0か1の値を取ります。これは今、一番下に実はこれ書いてあるんですけども、まあ、この、まだ呼び方ちゃんと説明しないんで、後でもう一度言いますけども、XA は0と1の値を取ります。で、これをですね、どのように解釈するかっていうと、XA が0であること、XA が1であること、っていうのを、これ、辺 A を、0の場合はマッチングに入れないというふうにして、X が1だったら辺 A をマッチングに入れると。ちょっと待ってください。ちょっと場所が悪いんで。マッチングに入れるというふうにします。で、入れないというのはどういうことかというと、今、その最大マッチングを見つけたいというふうに言ってるので、マッチングを作りたいわけです。で、その作るマッチングの要素として、この辺 A を入れるか入れないかということを、この、決めるということをするわけです。で、この XA という変数が0だったら、その A という辺は入れない。1だったら入れるというふうにしましょうということです。ですね、そのようなこの選択を、この A という辺だけじゃなくて、B や C や D に対しても行うことをします。ですか？で、このような変数を使って、この最大マッチングを見つけるという問題を数学的に記述するわけです。書き下すわけです。で、書き下したものはこれです。で、今この問題のことを P ということにしていくんですけども、で、これはどういうふうに読むのかというと、まずこのマキシマについて書いてあります。で、その後にですね、この式があるんですね。マキシマイズの式がある。で、マキシマイズっていうのは何かというと、これはですね、最大化したいです。失礼です。最大化しなさいと。どういうことかっていうと、これはですね、英語の文なんです。これ英語の文だと見てください。英語の文。で、マキシマイズっていうのは、英語としては動詞です。最大化するっていう動詞です。で、それが突然初めに来ているので、これは命令形なんです。で、マキシマイズ。最大化しなさいって言ってますね。そういうふうに思ってください。だから最大化しなさいって言ってます。で、何を最大化するかっていう、その目的語が、この後ろにくっついてるわけです。最大化する、その、何を最大化するのかっていう、その何をの部分がこの後ろに来てます。で、この XA プラス XB プラス XC プラス XD を最大化しなさいっていうふうに読むわけです。ですか？で、じゃあこれ何なのかと。この、XA プラス XC プラス X プラス C、XA プラス XB プラス XC プラス XD。これ何なのかというと、これは、今上のところで言ったみたいに、X なんとかが1だったらその何とかは選ばれるわけです。選ばれるわけです。そうすると、ここに書いてるこの式は何になるかっていうと、この一つ一つの項は0か1に、なるわけですけども、1になったものの、1になった変数の個数を、このまま表しています。ですか？このまま表しています。ということは、それは、この上の解釈に従うと、この今作ろうと思っているマッチングの辺の数に等しいわけです。ですか？だからこれは、作るマッチングの辺の数です。で、それを最大化しなさいって言ってるんで、つまり、マッチングの要素数を一番大きくするにはどうすればいいんですかってことを聞いてるってことになります。いいですか？で、そうすると、今この maximize XA プラス XB プラス XC プラス XD だけだったら、今この XA と XB と XC と XD には何の制限もないわけです。チャットに何が来ているのは、ありがとうございます。すいません。コメントスクリーンで、このルームは終了してしまいますと、なってますか？わかりました。ちょっと待ってください。これ後で確認します。すいません。多分、6月になって何か起きたんですよ。ちょっと、じゃあ後で確認します。ありがとうございます。そうですね。すいませんでした。話がどこまで行ったかを思い出すと、そうですね。何も、
そっか、ちょっと、今話してたことは、だからこれでマッチングの数を表すんだけども、XA と XB と XC と XD に何も制限がなければ、この和がどんだけでも大きくなれてしまうので、まあ、そういうことをちゃんと防ぐように、この XA たす XB たす XC たす XD が、その作るマッチングの辺の数を表すような、制限をつけていかなくちゃいけません。で、その制限を書いているのはこの後です。サブジェクト2の後ですね。その文におけるサブジェクト2の後になります。で、この部分は、このサブジェクト2っていうのは英語で言うと、何々の制限のもとでという仕事ですね。というのは、何々の制限のもとで。ということです。で、で、その制限する部分の式がここに書いてある。これになります。この5つの式があるわけですね。で、一番下から見ていくんですけど、一番下は先ほど言った通り、この XA とかこの変数は全部0か1までしか取れないということになります。はい。ですね。それになります。で、他にですね、この4つ式があるんですけども、この4つの式はどういうものかっていうと、まず、一番上のものを見るんですけども、一番上のもの、XA プラス XB が1位かですね。これは何を言ってるかっていうと、今ですね、この U という頂点を見てみます。それで今見つけたいものはマッチングなので、マッチングというのは、どの頂点を見ても、その頂点に接続する辺の数が1以下じゃないといけないわけです。つまり何を言ってるかっていうと、今ですね、U に接続する辺 A と B というものがあるんですけども、この2つは選べないわけですね。多くても A と B のうちから1つしか選べない。だから選べるのは0か1なわけです。0個か1個か。2個は選べないことですね。で、それを表すのが、この不等式になります。ですか。この左辺っていうのは、今、XA と XB が0か1の値を取れないとすると、この左辺は0か1か2の値しか取れません。で、それが1以下だってことは、つまり、この左辺の値は0か1であるってことを言ってるわけです。それは、U に接続する A と B の多くてもどちらか一方しか選べません。ということを言ってるということになります。ですか。で、そうするとですね、同じようなことが、この下の3行に書いてあるんです。で、XC プラス XD が1以下っていうのはこれ何かというと、この U プライムの周りで、U プライムに接続する辺の中から1つしか選べません。ということ。XA プラス XC は何かっていうと、この V という頂点に接続する辺の中から多くても1つしか選べません。で、XB プラス XD が1以下ってことは、V プライムに接続する辺の中から多くても1つしか選べません。ということを書いてると思ってください。で、このように式を使って、最大マッチングを見つけたいという問題が書けるというわけです。で、これは、まあ、その問題なので、問題で書く。これは、まあ、解けるわけです。解ける、これを解くという行為ができて、その解くという行為をすると、この XA プラス XB プラス XC プラス XD を最大にするような、その変数への値の割り当て、0か1の値の割り当てが作られるということになります。ここまでいいですか？で、反応を聞いてもコメントスクリーンが使えないから困っちゃうんですよね。なんだっけ。ズームのジェスチャーというか、あれでも今出てきたな。サムアップは出ましたね。ってことは使えるのかな。今使えますか？ちょっとどうかな。ちょっとすいませんね。私のコメント。スクリーンのページが、これで、このルームは収容してます。そうなのか。なんか人数制限がないように申請してるはずなんですけども、ちょっとうまく、なんだろうな。私の設定がうまくいってないのかもしれませんので、ちょっと後で確認しますが、多分このクラスが今10人もいないので、使えると思いますので、そのまま使ってみてください。すいません。はい。それで、何だったかというと、これは、この問題は、その最大マッチング問題を、その数理計画問題として書いたものになるわけです。それでですね、特にこれ名前がありまして、名前というか何に名前を付けるのかちょっとわかんないけども、じゃあ名前をちょっと後にします。名前を後にして。で、これ考えます。でですね、重要なポイントがあって、これは、その XA という変数が0か1という、
値しか取れないんですね。で、こういうのをですね、01制約とかっていうふうに言ったりします。01制約っていうのは、その変数が0か1の値しか取れませんよっていうような制約です。ちなみにこの一個一個のこともこれ制約っていうんですけども、制約というんですけども、特にこの0か1の値しか取れませんよっていうのは01制約。1、2、3、4、ちょっと、ね、場所がずれてますね。はい。それでですね、今この01制約があるんですけども、これをですね、別のものに置き換えた問題を考えてみます。次ですね、これですね。これはどういうことなのかというと、この四角の中に書いてあるのは先ほどの P という問題とほぼ同じなんですけども、一番下の部分で変わっていて、何かというと、先ほどは01制約っていう各変数が0か1の値しか取れませんよっていうことを言ってたんですけども、この P プライムという問題は0か1という値じゃなくて、0以上あったら何でもいいですよって、そういう形に問題を書き換えています。いいですか？で、他の部分は同じです。この部分は全く同じです。で、そういうものを作ってみる。で、そうするとですね、この P プライムという問題は先ほどの P という問題とは違う問題になっています。違う問題なんですね。この一番下の部分が違うから。違う問題なんですけども、この二つの問題には関係があります。で、どういう関係かというと、今ですね、この P という問題の制約を満たすような XA、XB、XC、XD という4つの変数に対する値の割り当てを考えると、その割り当て方というのは、この P プライムの5つの制約も満たすわけです。なぜかというと、初めの4つの制約は同じです。で、一番最後の制約だけ違うんですけども、これ P においては、ここは0か1っていう制約だったわけです。つまり、XA が XB、XA、XB、XC、XD という4つの変数は、P、前のページの問題においては0か1という値しか取れなかったんだけども、この問題では0以上だったら何でもいいというふうに言ったわけですね。で、特に0か1という値を変数に割り当てれば、その値というのは0以上になりますから、ここに書かれている、その0以上であるという制約は満たされるわけです。何言ったかというと、P の制約を満たす XA、XB、XC、XD への値の割り当て、ちょっと当てが字汚いので書き直すと、割り当ては P プライムの制約も満たす。ってことを今言いました。ですか。で、ちょっとこれをですね、気分で書くと、気分っていうのは何かというと、図で書くと、例えばですね、ここに、P の制約を満たす XA から XD への値の割り当てっていうのを全部集めてきた集合を作るとします。例えばですね、0000とか、1010とか、あ、違う、だめだ、1001かな。1001とかですね。そういうのは、P の制約を満たす値の割り当てです。で、それに比べて、P プライムの制約を満たす値の割り当てっていうのは大きいんですね。ああ、満たす XA から XD への値の割り当て。例えば、2分の1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 。これとかは、ここに書いた制約、これ全部これ満たすわけです。どの2つの変数を足しても1なので、2つ足したら1以下っていう条件も満たしますし、どれも0以上っていう条件も満たしますから、この2分の1、2分の1、2分の1、2分の1っていうのは、この P プライムの制約が全部満たすんですけども、P の制約は満たさないわけです。値が0か1になってないから。ですね。で、そうするとですね、何が分かるかというと、今、
行いたいのはこの和の最大化なんですね。和を大きくしたいって言ってるんです。和を大きくしたいって言ってて、で大きくしたいものはこの P でも P プライムも変わりません。同じです。で、その大きくしたい、その、この値の値の割り当てを考える集合の大きさが P より P プライムの方が大きいわけです。ってことは、P プライムの方が P において値を大きくするよりも、ちょっと順番言いますね。P において値を大きくするよりも、P プライムにおいて値を大きくする方が大きくなり得る度合いが高いわけですね。つまり、今、オフと P で入るんですけども、この P における、この最大取り得る値、これ、まあ、最適値って言いますけども、P において、この最大化することによって得られる値、まあ、それ、総最適値と言いますけども、その最適値を P と P プライムに比べると、P プライムの方の最適値は P の最適値以上になることが分かるということになります。いいですか？じゃあ、この図から、この図がここに書いてあるってことが分かるということになります。いいでしょうか。で、ここで一つ、重要なキーワードを言うと、この P プライムっていう、この数理最適化問題は、これが、線形計画問題と呼ばれるものです。線形計画問題っていうのは、簡単に言うと何かというと、このマキシマイズの後に来ている、この最大化したいもの、これ目的関数と言いますけども、この目的関数と言われているこの関数と、この制約に出てくるこの式、これらが全部線形な式である。線形ではないかっていうと、一次式であるってことです。ですか。これ一次式ですね。変数のただの和、一次式ですね。これもその左辺の方、これ一次式になってますね。一次式っていうのは、変数に係数をかけて足したもののことですね。で、この一番下のはなんか線形式に見えないかもしれませんけども、これが、一番下のは、これは、XA が0以上、XB が0以上、XC が0以上、XD が0以上っていうのをなんかまとめて書いたものだと思ってもらうと、この一つ一つの式っていうのは、これ線形なんですね。これただ、線形っていうのは今言ったように、その変数に係数をかけて足したものって言ってるんで、これは、XA っていう変数に1をかけて、それだけを足してできたものですよね。だから、これも線形式なわけです。という形で、ここに現れている全ての制約も線形で、目的関数も線形なので、そういう場合は、線形計画問題を呼びます。一方でですね、先ほどの P ですね、前のページ。これは線形計画問題ではないんです。なんでかというと、一番最後の、この、いわゆる01制約ですね。01制約。これが線形の式で書けないからです。これをですね、無理やり式で書こうとすることができます。で、例えばですね、書く方法の一つとしては、XA×XA-1 イコール0だ。そうすると、まあ、これは、XA が0か、XA が1っていうことと、まあ、同値なので、まあ、こういう式で書くことはできるわけです。書こうと思えば。でもこれは線形式、一次式じゃないわけですね。この部分。これ XA の2乗が出てきますから、これ線形の式じゃないわけです。で、まあこれはどう頑張っても線形で書けないってことは分かります。分かると証明できますけども、これはしません。2乗では書ける。2次式では書けるけども、一次式では書けない。こうなってます。一次式の組み合わせでは書けない。ってことになります。で、そうすると、だからこの P っていうのは、今言ったその線形計画問題じゃないんだけども、この P プライムっていうのは線形計画問題ですね。で、線形計画問題っていうのは非常にですね、良い理論があって、非常に性質がいいんです。まあそういうことは、オペレーションズリサーチ基礎とかですね、数理計画法で学んでいただきたいというふうには思うんですけども、ここではそういう話はしないで、後でちょっと関連することは言いますけども、まあ、そうはそういうものです。良い性質がある。で、今はですね、この最大マッチング問題の話をしてたんですけども、最大マッチング問題の対になるのは、最小頂点起伏でした。で最小頂点起伏も同じように、この数理計画問題、あるいは数理最適化問題として書けます。
で、それをやってみましょう。で、それをですね、まあ、D と言って書いてるんですけども、この場合は何かというと、各変数に対してその選択をするという、変数がついてるわけです。で、今から書くのは最小超因被覆問題です。で、これも、今言ったみたいに、頂点の選択を表すための変数を用意するわけです。これとこの YV ですね。YV。だから YV っていうのは、あ、YU ですね。YU っていうのは、0か1っていう値を取るんですけども、その解釈は、YU が0であることは、U を頂点被覆に入れないと。というふうに解釈するわけです。で、一方で YU が1だったらこれは入れると。まあ、こういうふうにするってわけですね。で、そうすると、ここに書いてあるような、まあ、D と書いてあるような、数理計画問題、数理最適化問題が得られます。で、これまず、またどうやって読むのかってことを、説明すると、考えるのは YU、YU プライム、YV プラス YV プライムという4つの変数の和です。4つの変数はこの頂点に対応して、4つの頂点に対応して作られていると思ってください。で、その和をミニマイズ。今度は最小化しなさいって言ってます。最小化しなさい。そうすると、先ほどのマッチングの場合と同じように、ここに書かれている、この4つの変数の和というのが、選ばれた、その頂点被覆に入れられた頂点の数をそのまま表してますから、その頂点被覆の要素数を、この和は表しているということになるわけです。で、それを最小化します。で、その最小化するときに、やっぱりこれもその制限がなければどんだけにも小さくなりますから、ちゃんと制約をつけたというふうに書いてあるのは、下の部分です。下の部分です。で、まず、01制約から見ると、一番下ですね。どの変数も0か1であるという制約がついてます。はい。で、上に4つ式があるんですけども、これは何を表してるかというと、頂点被覆というのはそもそも、どの辺を見ても、その端点のうちの少なくとも一方が選ばれている。っていうことを、定義として持ってました。頂点被覆ですね。なので、例えばこの YU プラス YV が1以上と書いてある式、これ何に対応したかっていうと、これは A という辺を見るんです。A という辺を見ます。で、そうすると、その端点は U と V になっています。で、U と V のどちらか1つは選ばれなくちゃいけないという意味を持っているのが、この YU プラス YV が1以上という式ですね。先ほどと同じように、この左辺の YU プラス YV は、これ、0か1か2の値を取るわけです。で、それが0であってはいけないということを言っているのがこの式なわけですね。いいでしょうか。で、同じような式が、B という辺に対して、C という辺に対して、D という辺に対してあって、この4つの不等式が、そのような各辺の両端点のうちの少なくとも一方が選ばれなくてはいけないという条件を表しているということになります。よろしいでしょうか。で、この形で最小超点被覆問題をかけるということになるわけです。それでですね、先ほどと同じように、この01制約を、不等式に置き換えます。で、こんな感じになります。こんな感じになります。で、そうするとですね、何が言えるかっていうと、まずこれは、先ほどと同じように、線形計画問題です。非常に性質がいいんですね。まあ、何の性質がいいかということを、ちょっと後で説明します。で、重要なのは何かっていうと、これも、D プライムでは、この制約、01制約が0以上って制約に変わっているので、D プライムの方が、この最小化したいものの、この条件を満たしている割り当ての範囲が、前のページと D に比べて大きくなっているわけです。ですか？で、大きくなっているので、大きくなっている中で最小化しようと思ったら、その最小化される値は、元の問題よりも大きくはならないけども小さくなるかもしれません。ということで、この不等式が得られます。オプト D プライム。この D プライムっていう、この問題の最適値、最小化された値というのは、前の問題、01制約のままの問題の最小化された値以下になりますよ、ということになります。いいですか？そうすると今ですね、この式書いて、その前にですね、
と、オプトが違うね。オプト。オプト P とオプト P プライムを比べると、こういう不等号が成り立てるというふうに言いました。で、今からですね、見るのは何かというと、このオプト P プライムとオプト D プライムの関係が何なのかということを今から話します。で、その話がこれです。今この P プライムと D プライムちょっとこれ書きました。そのまんま。ですかね。で、この P プライムのこの目的関数を呼んでいたのこれをここに書いてます。で、だから式変形をしていきます。で、どうするかっていうと、まあ、ここにこれイコール書いてあるんだけども、ちょっとなぜかは説明しませんが、このように変形しましょう。このように変形します。で、これは、ま、全部この二分のがついてて、らしいんですけども、二分のの上に載っている文章を見ると、XA は2回出ていて、XB も2回出ていて、XC も2回出ていて、XD も2回出ているので、ちゃんとこれは XA から XD の和に等しいことがわかります。ですね。で、今ですね、この XA から XD っていうのが、この P プライムに書いてあるこの制約を満たすとしましょう。満たすとすると、この分子に載っているこの式ですね、これ全部1以下なんです。つまり、この一つ一つのこの2分の何とかっていうのは全部2分の1以下になります。いいですか？ですか？そうするとですね、一方で、この、YU、YV、YU プライム、YV プライムが、この D プライムの制約を全部満たすとすると、この YU プラス YV っていうのはこれは1以上とか、そういう、制約が、条件が全部成り立っていることになります。そうするとですね、この1と今書いてある、この2分の1の分子ですね。これは、YU プラス YV とか、YU プラス YV プライムとか、で置き換えると、不等号が得られるわけです。この4つの制約から。いいですか？でそうすると、今ここに書いた式をよく見てみると、やっぱり YU が2回出ていて、YV が2回出ていてという感じになってますから、これは YU プラス YU プライムプラス点点点で、この D プライムの目的関数の形と全く同じになるわけです。つまり何を言ってるかっていうと、XA から XD に対する値の割り当てが、この P プライムの制約を満たしていて、YU から YV プライムという、この D プライムの方の変数が、この D プライムの制約を満たしていると、P プライムのこの目的関数の値は、D プライムの目的関数の値以下になります。ですか？で、これはどんな値の割り当てに対して成り立ちますか？特に最適な値の割り当てでも成り立つわけです。つまり最適な値の割り当てにおける、この目的関数の値は、上の方はオプト P プライムで、まあ、下の方はオプト D プライムなので、この2つの間にはこういう不等値の関係が成り立つということがわかります。いいですか？はい。それでですね、今3つの不等値が出てきたわけです。これですね。今示したのはこれですね。で、その一番初めにやったのがこの左側の不等式。で、二番目にやったのがこの一番右側の不等式です。それでですね、ここでですね、定理、エゲリバリの定理っていうのを思い出すと何だったかっていうと、二部グラフにおいては最大マッチングの予想数と最小マッチングの、最小直径指数の予想数同じだって言ったんですね。で、それは、この、例において言い直すとどういうふうに言い換えられるかっていうと、なんでここは大文字なんだろう、オプトが。オプト P、なんか最大マッチングの要素数と最小超近比の要素数が同じですよってことを言っていることになるわけです。今考えているグラフ、2部グラフですからね。そうすると何が言いたいかっていうと、今ここに書いているオプト P っていうのはこの一連の不等式の一番左側です。オプト D っていうのは、この一連の不等式の一番右側です。ってことから、何が分かるかっていうと、この4つの値って全部同じなんだっていうと分かります。いいですか？このオプト D がオプト P に等しいので、この一連の不等式の一番左側と一番右側が同じですから、これ全部等しくなるわけです。
で、今はこれ何を言ったかというと、この定理でエネルギーの定理を使って、この赤い等式、一連の等式を証明したってことになるわけです。この流れはどんな二分グラフに対しても使えます。最後にもこの K に LY の定理を使った、使うという方式は2分グラフであるとして使ってませんけども、だからそれ以外のところは同じようにその数理最適化問題をかけるわけですね。で、それによって、まあ、このような関係は K に LY の定理を使って導けます。で、実は逆の方向があります。何かというと、数理最適化の理論の考察から先にこの、等式を導くってことができます。で、それによって、この K に L バイの定理を導くという方向があるわけです。今は K に L バイの定理からこの等式を導いたんだけど、逆に、その今作った数理計画問題の性質をじっと眺めることによって、この等式を導くっていう方法があります。で、それを行うと、数理最適化的に K に L バイの定理を証明できるということになります。で、そのためには、どういうその数理最適化理論の枠組みを使うのかってことを一言ずつ言います。で、まず重要なのは何かっていうと、この、真ん中の等式を普通は初めに証明します。で、これ何かというと、これはですね、線形計画法に対する競争追定理です。何かというと、最小、違うな、最大で最小カット定理っていうのは競争追性だっていうふうに言ったんですけども、それは何かというと、最大 ST 流の値と最小 ST カットの容量は必ず等しいってことを言ったんですけども、実は、この P と、これ P プライムっていう、線形計画問題と D プライムっていう線形計画問題は実は相対の関係にあるってことが言えます。それはですね、相対問題っていうのをちょっとまず勉強する必要があるんですけども、線形計画法における相対問題を勉強する必要があるんですけども、それによって、この P プライムと D プライムっていうのは、互いに相対問題であることが言えて、しかもですね、線形計画法においては、共相対定理が必ず成り立つってことが知られています。で、それを使うとですね、このイコールが言えるんですね。イコールが言えるんです。ということから、このイコールがまず導かれます。で、他の二つの、等式も導かれるんですけども、それは何かというと、この左側の等式はこれ何かというと、P という問題の整数性という、まあ、概念があって、それによります。これは何かというとですね、その最大流問題の時に整数流定理っていうのがあったと思います。で、整数流定理って何だったかというと、その最大 ST 流を求めるんだけども、容量が全て整数の時には、その最大 ST 流として、どの個の上を流れる量も整数であるような最大 ST が存在するという話をしたわけです。で、それと同じようなことが、今回作ったこの P については言えます。これは、どんな、数理最適化問題に対しても言えるわけではないんですけども、今回作った P に対しては、それが言えます。特に、二分グラフの最大マッチング問題を、モデル化したような数理最適化問題に対しては、この整数性と呼ばれるような性質が成り立ちます。っていうので、この、イコールが出てきます。で、ここは、あまり詳しく説明できませんけども、まあ、そういうのがあります。で、同じことが、こっちの、右側の、等式に入れて、こちらはその D の性質になるわけです。D の性質になるわけです。で、こういうような、等式が、その数理計画法の理論の話から出てくるということが言えます。で、それによって、この等式が成り立つので、K に入れる定理が成り立つと。というふうな証明の仕方もあるんですね。ここまで、まあちょっとお話なんですけども、まあこんな感じになります。で、そうすると、これはただ単に K に L バイの定理を、まあ、別証明を与えただけじゃないかっていうふうに、まあ思うわけですね。で、まあそれは、まあその通りです。
だから、その、定義、エゲルバリの定義は、その数理最適化の理論を使っても証明できますって話なんだけども、これには重要なポイントがあって何かというとですね、これによってですね、問題を一般化できるんです。どういうことかというと、ちょっと前に戻りますけれども、一番初めのところに。今、もともとこの最大マッチングを見つけたいっていう問題を考えていたわけです。でも、例えばですね、例えばじゃなくて、マッチングのモデル化の時に話をしたように、辺に重みがついていて、最大重みマッチングを見つけたいとか、最大重み最大マッチングを見つけたいとかっていうようなことをしたいことがあるかもしれないわけです。例えば、A っていう辺には2、B っていう辺には3、C っていう辺には1、D っていう辺には4とかっていうことが重みがついてしますね。そうすると、それはですね、この P という数理計画問題のこの目的関数を変えるだけで、これ書けるんです。どう変わるかっていうと、係数が変わるだけです。2xa プラス 3xb プラス 1xc プラス 4xd とか、こんな形で書けるわけです。まあ、1は普通書かないので、そこ行きましょうね。こんな感じに書けます。で、そうするとですね、同じ話ができるんです。この p に対して p プライムを作って、まあ、d はうまく作る必要があるんですけど、d を作って d プライムを作るという話ができて、実はそのようにしても、ここの等式が成り立つ。っていうことが、数理最適化の理論から言えます。でそうすると、重みがあっても、何かしら、この経営に入れる定理に似たものがあって、それを使って、アルゴリズムを作るっていう話ができるようになります。でこれは非常に強力で、この数理最適化の理論を使うことによって、重み付きの問題を解けるようになったりします。でこれは非常に強力、何度も言います。非常に強力で、だからそれはグラフだけを見ていてはあんまりできないんです。その重みつきの問題を解くとかってできないんだけども、数理計画法の理論を使うことによってそれができるようになるっていうところは非常に重要なポイントで、それはですね、ちょっと高度な内容なんだけども、今日のその補足では触れたかったので、ちょっとその話をしてみました。以上になります。よろしいでしょうか。まあ、このような形のことに興味がある人は、ぜひ高学期の数字計画法を履修してください。はい。それでは今日の録画はここまでになります。